に授業を始めます。今日のテーマはミッドウェー海戦です。第二次世界大戦においてアメリカ、イギリス、ソ連といった連合国はドイツ打倒を第一目標としていたため、太平洋方面への軍事投入は抑制されていました。しかしアメリカによる軍事的優位を確保するための軍事行動は素早く、1942年6月に中部太平洋のミッドウェー島沖で日本とアメリカの海軍機動部隊が激突するミッドウェー海戦が起きます。戦闘の結果、大日本帝国海軍は航空母艦の赤城加賀総流飛龍の4隻と艦載機を失い、山口多聞提督らが戦死されるなど大損害を被りました。この戦いを転機に戦局は大きく傾き、海上航空戦力が劣勢となった日本は戦争の主導権を失ってしまいます。そのため日本軍は1943年9月30日の御前会議で絶対国防圏まで防衛ラインを後退させることを決定しました。同年11月、東条英機内閣は占領している地域の結束を確認するために満州国などの代表者を東京に集めて大東亜会議を開きます。しかしそれらの地域では住民の反感や抵抗が高まっていったため、日本軍は各地で抗日運動にも直面しました。以上、今日の授業はここまで。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。